マカルップが転倒、今スタート、ハグマシンステージスタート46号車昇進スタートを切った、その後ろから石川さらには高橋が追いかける、高橋が追いかけるが高橋どうか、内側に入れない状況、トップ3に関してはそのまま順位通りで1コーナーをクリアして S 字コーナーに向かいます。昇進が抜群のスタートを切りました。そして石川、その後ろに高橋、そして高橋の後ろから神谷が行こうとするが抜けない抜けない、そしてその後ろ伊藤里奈、元クラスの5位です。さらにその後ろに35号車栗山と清がいます。栗山がいる。さあ中段のマシンでは順位のバトルがこの頃あるようです。さあ第2ヘアピンの入り口ではちょっと1台オイルが出ているか、第2ヘアピンの入り口で1台マシンがストップ。さあ赤旗です、赤旗です、レッドフラッグ、一斉に各マシンのエキゾーストの音が穏やかになる。赤旗です。先ほど第2ヘアピンでコースオフしたマシン、エンジンブローのように白煙を上げました。まもなくスタートします。赤ランプが点灯、今スタート、今回はしっかりスタートを切った46号車庄司、しっかりスタートを切った。そして3番手争いが団子、3番手争いが団子、2番手石川、石川もしっかりいい切りで入りました。3番手に続いているのは神谷ですかね、神谷41号車が続いています。そしてその後ろ35号車栗山時雄、シルエットクラスのトップ伊藤玲83号車をかわして、さらに前に行こうと4番手伊藤玲がポジション1つ落としている状態、そして51号車吉村が伊藤玲のすぐ後ろにいる形でダウンロップコーナーを繰り出していきます。そして第2ヘアピンに向かう。さあ第2ヘアピン、ちょっと遠慮しがちな各マシンの姿という状況にはなりますけれども、その中でちょっとラインを外しながらというマシンもありますね。さあやはり目に見えた状態でのプレッシャーをどうしても受けてしまうというところで、さあそしてピット入り口手前でもですね、一度ちょっと先ほどのオイル処理の様子が見てくれます。最終コーナーは立ち上がって、うわっトップ狙いが近づいた、庄司と石川が近づいた。さあ庄司は内側から、石川は外側から行く、その後ろからズバッと行こうとする41号車の神谷、しかしここの3台等間隔、等間隔接近、等間隔 S 字コーナーから第1ヘアピンへの進入、ラインは変わらず、マシンの体勢をしっかり変えて、そしてアクセルをまたオンにします。さあその後ろには35号車栗山時雄が少しずつ近づいてきている。シルエットクラスのトップ栗山、その後に続くのが伊藤里奈とありますが、その後方ではですね、島津、そして藤橋、中村、この3台が、さらにその後ろ田中までシルエットクラスの4台がここでは順位バトルを繰り広げています。さあ第2ヘアピンをクリアしてバックストレッチ、最終コーナーに差し掛かってトップ2台が今ストレートに出てきた。さあスピードに乗せた状態で1コーナーの入り口、順位は変わらず、シルエットクラスも栗山と吉村、吉村は伊藤里奈をパスしてシルエットクラス、まあ、2番手も変わらないんですけども、総合で回ってるポジションアップ。さあトップスピードに関しては第1ヘアピンをクリアしてダムコーナーに向かいます。ダムゲートの下をくぐっていきます。上位3台ですね、ちょっと等間隔間を空けた状態になりました。それぞれがコントロールライン上では0コンマ3秒から0コンマ5秒といった差だったんですけれども、それがですね現在のところちょっと間がそれぞれ広がっているような感じがあります。第2ヘアピンをクリアして、さあバックストレッチから最終コーナーへの入り口、ここではスピードに乗せた状態でクリアしていきたいんですけれども、さあ最終コーナーを間もなくトップ立ち上がります。46号車スーパーキャンティックスプリントです。庄司が
シルエットクラスのワンツーがえらい戦いになってますよ。栗山と吉村、吉村にしてみたらポジションを2つでも上げて、さあ島津へのプレッシャーというところで持っていきたいんですけれども、島津が現在はシルエットクラスの3番手、シルエットクラスの3番手のままでいるのであれば、吉村が今のポジションの状態ではなくトップを奪えばシリーズチャンピオン、トップを奪えばシリーズチャンピオン、今の状態2番手の状態でチェッカーを受けますと、手元の集計では島津の方がシリーズチャンピオンになります。さあ分からないのがシルエットクラス後方のマシンです。さあトップの上位のマシンに関して、こちらですね、まもなく最終コーナーを立ち上がって戻ってまいります。トップは庄司、2番手石川、3番手神谷です。さあちょっと等間隔になった状態での現在のレース展開となっています。4周を終了、5周目、4周を終了、5周目、はい、庄司は逃げますね、庄司逃げます。そして栗山、吉村、栗山と吉村のこの2台の争い、1コーナーでのバトルはまだ順位は変わらない、まだ順位は変わらない。さあ第2ヘアピンに向かうところ、トップは第2ヘアピンに向かいます。そして51号車はモスクリーンのマシン吉村です。今第1ヘアピンをクリアして、さあその目の前にいる35号車栗山との差を詰めていきたいところ、栗山をかわしていきたい島津。しかしその間には51号車の吉村もいます。島津と吉村のシリーズチャンピオン争い、残りは4周の中でさあどう動くのか。トップ庄司通過、2番手石川通過、3番手神谷も通過していこうとするところ、さあ通過していった。そして4番手以降、こちらに35号車はい栗山時雄がいます。栗山時雄の後ろから87号車島津が内側に走り入れるがポジションも変わらない。島津がかわしに行きました。吉村の走りをかわしに行ったんですけども、いやー並んで並ぶ、さらに1コーナーをクリアして S 字コーナーで横に並ぶかどうかというところまで来ました。しかしここではなんとなんと51号車吉村、その後ろに87号車島津、まだポジションは変わっていない。その前にいる黄色い栗山時雄のマシン存在感を発揮しております。シルエットクラスのトップ3台のバトル、残り周回数が少なくなる中でどのタイミングで仕掛けてポジションを上げていくのか、このあたりちょっと注目点が多くなってきました。第2ヘアピンをクリアしてバックストレート、さあトップは間もなく戻ってまいります。トップは戻ってまいります。46号車庄司が今通過、6周を終了、7周目、あー残り周回数2周ですよ。そしてこの2台の争い、この石川と神谷が2台争っている、2番手争いというところになるんですけれども、どうした、先ほどまで等間隔だったこの2台の橋、石川が3番手、ポジションダウンです。シルエットクラストップの吉村が来るという形になりますね。そして元クラス3番手にポジションが上がるということになるのは伊藤里奈ということになります。2番手に今神谷が通過、神谷の後ちょっと間シルエットクラスを挟みまして、その後伊藤里奈が参ります。51号車高橋が激しい争い、さあファイナルラップの1周です。ファイナルラップの吉村と島津のバトル、吉村は今のポジションのままチェッカーを受けると、島津の方にシリーズチャンピオンが転がり込んでくる。島津が2番手走っている87号車の上がりまし、さあ島津がこのポジションのままでいいのか、それとももう一つ目狙っていくのか。さあ間もなくそのシルエットクラスダンロップゲートをクリアしていく。そしてトップが戻ってまいります。トップが間もなく戻ってくる。もう本当に
6号車庄司がまもなくバックストレッチから最終パラソニック最終コーナーを立ち上がって46号車今チェッカー。そして第2位でフィニッシュは41号車神谷。神谷はシリーズチャンピオンシリーズ2位ということになります。そして3位争い総合の3位争いは51号車吉村がシルエットクラス優勝です。そして島津が2位でフィニッシュしたということになりまして、シリーズチャンピオンに関しては島津に軍配が上がります。手元の集計では島津の方がポイントが多くなるんです。しかしこの後また加算ポイントが、ね、ありますから、その加算ポイントの行方でもしかすると